Yeah, hello, what's up everybody, welcome back to another video reaction, and today I'm gonna watch Attack on Titan season 3 part 1 episode 6. And in the last episode, the scout is free, and now Eren, the mission to get Eren back, and Eren there and Historia there. So before you watch it, make sure you guys hit subscribe, put thumbs up, comment down below, and also don't forget to follow me on my social media, link in the description below, and I'll let you start it. この壁に残された人類すべての味方なの。私たちには誤解があったんだよ。確かに彼ら、でもお父さんはそうするしかなかった。どうなってる？なんだ？時間が全くわからねえ。いや、ここにある。どうした？だが見覚えがあっても不思議ではない。あ、what?どういう意味だ？ユヌス、エレンス・ティンク。お父さん。そのつもりだ。だが一つ試してみようと思ってな。こうすれば彼は思い出すかもしれない。おお。俺の見たものじゃない。違う。誰の記憶だ？この鍵、これはまさか。ああ、あ、what? That is Eren's father, right? お父さん。たか、父親の罪を。His father is run away. すごいよ、ヒストリア。お姉ちゃんが教えてくれるから。あ、ダメだよ、this one. 垂らしてちゃ。ヒストリアはもうちょっと女の子らしくしないと。Who has Eren's power before? お、はい、よくできました。Oh, that's cute. ヒストリアもクリスタが好きでしょ？うん。クリスタはいつも他の人を思いやっている優しい子だからね。ヒストリアもこの子みたいになってね。So maybe that is about the royal blood. 助け合いながら生きていかなきゃいけないんだよ。They can do that. うん、なれるかな。いいよ。いいよ。そのままでいいよ。ごめんね、She knows if she's a tyrant. もう時間になっちゃった。今日も私のことは忘れてね。She's really wise about it. また会う日まで。誰？ Oh, he makes history forgot about it. About her. You can't do that too. Oh, and now she remembers. She remembers about that too. どうした？ヒストリア。であれば、おそらく彼女はフリーダ・レイス。そう、お前の腹違いの姉。しかしそれも、ここで彼に触れたことで、記憶の蓋が開いたらしい。あって、お礼が言いたいの。エレンスボディ。エレンスファダストーダー。フリーダはもうこの世にはいない。パワーフロムヘル。いや。私には5人の子供がいた。5年前、ここで彼の父親。グリシャ・イエーガーに殺されたのだ。So, Eren's father left. グリシャは巨人がレイス家が持つある力を奪うこと。His father? フリーダの中に宿る巨人の力だった。だが、それを使いこなすにはまだ経験が足りなかったようだ。フリーダは進化を発揮することなく、グリシャに食われ、奪われてしまった。エレンス！その上彼は、ファーダル！我々一家に襲いかかった。レイス家を根絶やしにするためだ。イレン叩き潰し、10歳のフロリアンを抱えた妻ごと踏みつけ、最後は、長男の私だけだった。Oh, that what happened? The true story. そんな。
And that makes you hate Eren because of it. It's not Eren's fault. どうしてそんなひどいことができるの? Eren even doesn't know about it, dude. So Eren's father is dead now. 何のんびりくっしゃべってんだ、あんたら。何が起こった調査兵団がクーデターを企てて大は入り口の防備を固めてくれ、うん、儀式を行うには君たちがここから離れることが必要だと言ったはずだ君を信用しているぞ行け俺もだよ王様どうしらせんあったりせまた着用できる衣服は膝から下のものまでとしますそして週に一度は民衆の前でその姿を披露していただきます美しいこれ以上の芸術作品は存在しえないでしょう何十年もかけて考案した甲斐があったそして完成を迎えるのですよく今に見てろよお前の土地は奴隷あがきが大変がしかさせらわれMata 同じ脅し文句を垂れたな他のやつはないのか He's crazy now まずいのエルビンレイスケは人類の記憶を都合よく改ざんできるというわけじゃしかも持つ叫びの力さえ手にすれば民衆の反乱なんぞこともなしというどの道ザックレイの手にかかり我らの拷問を受け続けた方がマシだったと思っておるだろうわからんやつじゃあったことだとはのう知れ知っていたのですかうん口が滑ったないかにもダリス・ザックレーの野望には感づいておった、okay. わしはお主と違って賭け事は好まん己よりも生き残る人類の数を尊重してザックレーと争うことも覚悟しとったとまあそれはいつじゃ団長総員準備が整いました、okay. いつでも行けますそうヒストリア奪還作戦を開始する目標と思われるレース領地礼拝堂を目指すエルヴィン分かったか切り裂きケニーだリヴァイノいやじゃあ無理ですよミカンサスラスネームライトとの合流を待つってのは絶対ダメそう絶対ダメだ朝まで待ってたらエレンが食われちゃうかもだからな奴のフルネームも知ったばかりだケニー・アッカーマンって名前らしいがお前の親戚だったりしてな父のせいアッカーマン家は都市部で迫害を受けていたと聞きましたなぜアッカーマン家が迫害されていたのかは分かりません母のような人種的災害ある時突然力に目覚めたような感覚を経験したことがあるか Oh yeah, when she killed So Levi あります Levi too? Oh yeah, there is something about the Ackerman ケニー・アッカーマンにもその瞬間があったそうだ、oh? その瞬間が俺にもあった、oh? Levi tooLevi felt that too. Yeah, the Ackerman can do that, maybe. Shoot. Anta. Ah, this is the king, the current king now. Kenny, omae mata Kenpei o koroshita no ka? Ah, minami no Shiganshinaku no atari ni utsutta sou da. Katsute no Ackerman ke wa ou sokkin no buke datta sou janai ka?それが今じゃ一族根絶やし寸前だなあ言えよ孫が可愛くねえのかおお So he is not the cute king? あの可愛かった孫が今じゃ都の化け物切り裂き家にアッカーマン家は王政に恨まれてはおらんただ恐れられておる王がアッカーマン家を操ることができなかったから巨人の力を代々受け継ぎ保持しておる。おお、はあ、巨人の力を何だってその力は強大で人類すべての少数の血族を除いてな二つあったそれが東洋の一族とアッカーマン家だやっと妹を見つけたよ
長官で働いてた。リヴァイ、I wonder when Levi felt that。エレンも敵もこの奥だろ。知っての通り、リヴァイは完全な奇襲を受けた上で、我々の仲間を12人も葬った。While he killed three of them, he killed 12. 厳しい状況だよ。それでお前ら、手を汚す覚悟の方はどうだ？Yes, you're ready, right? 良さそうだな。Okay, Kenny will do something that will against the real king. Levi knows about Mikasa's last name. And yes, there's something about the Ackerman. The Ackerman can do that. So that's what happened to Mikasa at that time. That was her time. So 5 years ago, before Reiner and Bertolt destroyed the wall, Eren's father went to another place, like there's a business stuff or something like that, and before he was leaving, he gave Eren the key of the basement. But from Eren's memories, his father died. Eren ate him. So he's dead now. But he was leaving. Eren's father 5 years ago. He's not dead. He's leaving somewhere. So the tyrants who has the power is the royal family members, right? Grisa. But Grisa was a tyrant too, and he can change into human. So he ate someone or tyrant with that power before he killed the royal family members there. And Eren, when he transformed into a tyrant at the first time after the injection, he killed his father. He ate him. So Grisa's power and Frida's power, Eren got it. So yeah, thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed. Make sure you guys hit subscribe with thumbs up. Have a great day. See you next time.